はい、始まりました。玉名花親のハロウィンを楽しもう。あ、番組違った。玉名花親のパイロットになろう。今日は FM 昨日の、企画のハロウィン特集で、今日最終日、バーチャルで仮装してます。どうですか、このクオリティ。この番組は国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供で、コミュニティラジオ FM 昨日と FM 2枠から放送しております。FM 沖縄ツイキャスからはライブ配信、番組放送後は YouTube にてアーカイブされます。ご質問やコメントは今放送中のツイキャス、FM 沖縄のメールで受付しております。メールアドレスは 797@fmokinawa.com です、たくさんのメッセージお待ちしております。この番組では7月にスカイマークの佐山会長にゲストに来ていただき、パイロットの方々をお招きしたスカイマーク特集をお届けいたしました。今月10月はスカイマークの沖縄県下島空港就航記念で合計5回の放送を実施いたしました。佐山会長からですね、下島就航について特別番組やってよという要望にお応えして、FM 沖縄の太っ腹で今日の特番が実現いたしました。今日はその、那覇空港から庶民の様子、そして、セレモニーでにぎわって下島空港の様子、そして下島空港の周りの素晴らしい景色などなど、いろんな動画を交えてお届けしたいと思っております。それではお楽しみに。なんか一瞬黄色くなりましたね。え、大丈夫か。一応これもトメントさん怒られるよ。じゃあ CM 行く。はい、はい、よし。なんですかね。さあ、今日はね、話すのもそうなんだけど、はい、ビデオがあるからさ、ビデオをガンガン。そうですね。うん、ビデオを中心に、やっていきますね。はい。よし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 。早速なんか来てますかね。あ、お願いします。はい。あのバーチャル仮装よかったな、髪の毛いっぱいあるから。あれ、いいですね。いやいやいや、よしよしよし。見てるよ。見てますか。うん、大丈夫大丈夫。うん、大丈夫です。Facebook とか YouTube とか多分コメント来てるね。Facebook ちょっと見てみましょうね。どうやらゴールデンを送ってるんだけど。この CM 終わったら佐藤さん早速分かってるよ。まなみさん。あ、じゃあ CM 開けます。開けます。はい、はい、はい、お待たせいたしました。ですね、冒頭バーチャル仮装で登場いたしました。今ちょっと私普通に戻ったんですけども、隣のまなみさんはですね、今日は何？高校生。中学校の制服。似合ってるんだけど。包帯とかも巻いて、ちょっと顔もある程度やばいメイクをしてるんですけど、ちょっと本気で見えないです。大丈夫です。はい、冒頭お話した通りですね、スカイマークがですね、10月25日に、那覇空港下地、神戸下地、羽田下地と、3路線をですね、1日予便のルートでいきなり始まりました。で、今日はですね、現地で撮った動画をですね、取りまとめてきて、撮ってきましたので、それをお見せしながら、お話し聞いていきたいなと思っています。じゃあ、まずは早速ですね、那覇空港での、ちょっとした映像をちょっとお見せしますね。じゃあ、まずは、
はい。これ見えますかね。これほら、20キロ。本当に20キロ。まで無料って書いてるんですよ。あ、荷物。そうそう、荷物。で、これ那覇空港ですね。まあ、那覇に住んでるのわかると思うんですけど、那覇空港から、37番ゲート。結構綺麗なゲートです。もうたくさんの人が来てまして、やっぱり庶民ということで、たくさんの方々が写真をこうやって撮ってですね、記念撮影というか、庶民ですよっていうのも明らかにわかる、ポスターが貼ってるんですね、って言いました。で、そうやって定刻になって、11時10分に、私はゲートに入って、なんとですね、このプレゼントをもらったんですよ。庶民記念のプレゼントをもらってですね、ボーディングブリッジを歩いていきました。さらに、外にはスカイマークの機体があってですね、一番最後の、一番後ろの席で、座って、撮影の準備と。今、機内に入っていく。そうです。そうなんです。そうなんです。はい。で、こうやってですね、実際に、クナハ空港来たんですけども、まあまあ、やっぱり、なんだろう、庶民というところでもうたくさんの方々が来て、カメラを持って、この電光掲示板にですね、下島行きっていうのを私は初めて見たので、なんか昔はやっぱり下島空港って定期路線があった時代もあったらしいんですけど、まあ、初めて見るので、下島行き。感動しましたね。で、そうやって今度は機内に入りました。そう、機内からこれはですね、こっちまでお見せしますね。今度は機内から、こう、ちゃんと、ほら、見送りですよ。いますか？はい。こうやって、離陸をしました。那覇空港が出るとですね、左旋回して南に行くんですけども、那覇空港の周辺もまあ、綺麗ですよ。めっちゃ綺麗です。第二滑走路が出てね、あるんですけども、まあまあ、綺麗な海が広がって、で、まあ、低い高度で飛んでいくんですけども、ちょうどこれが巡航中ですね。下にポコポコ雲が、見えて、結構綺麗な空でした。これは宮古島の北端の上空をかすめてですね。まあその時にすごく綺麗な景色を見るんですけど、これ下地島、伊良部大島が見える、わかります？伊良部大島。実は伊良部大島を過ぎて、もうすぐ隣が下地島。これって実は別々の島なんですよ。あ、そうなんですか？はい。橋で繋がってて、ここからもう空港の上空をほら見て。空港の真上をですね、旋回をしてですね、はいで、それからぐるっと回って入るんですけども、まあ、周りの海が綺麗ですよ。これ見てください。この、真上を旋回するんですよ。もう海が綺麗ですよ。本当に。コメントでもいや、これ、海が本当綺麗なんですよ。で、ぐるって回って、あとは着陸するんですけども、まあ、たくさんのボートがいてですね、こういったサンゴ礁の、ところを走って、飛びながら上空に来て、滑走路もあった。なんか南国っぽいですよね。今この動画見てて、なんか自分が飛行機に乗っている感じがする。で、ここですね。庶民なんで、これ見ててくださいよ。はいはい、なんかチラチラして、ごめんなさいね。はい、これ雨が降ってきたわけじゃないですよ。今ちょっと画面の不具合ですかね。うん。これ雨じゃないですよ、これ。あ、これ今見て消防車がですね、両方から水をかけるアーチがあるんですよ。記念すべきフライトってのはこんな感じでですね、アーチがちゃんとピアッ。で、これ降りるとですね、見てください、これ。ほら。もうたくさんの人たちがいらっしゃいませ、ようこそいらっしゃいましたって、もう写真も撮ってですね。で、こっからですね、歩いていくんですよ。ボーディングブリッジがないんです。歩くんですよ、ほら。見てください、ほら。降りて今、歩いてます。歩いていくんですよ。到着ターミナルにこうやって歩いていきます。人がすごい多いですね、本当に。これ、庶民ですよ。はい。ものすごい方々が、たくさんの方々が来て、こうやって歩いていくんです。歩いて、ターミナル歩いてターミナルまで。このまたね、歩く、この途中のこの道がですね、ほら、南国っぽいでしょ？はい。いや、すごいですね。ほら。これ、国内線到着、これ何ですかね？国内線到着回廊。もう南国あふれるこの道をですね、歩いてですね。はい。あと、どんどん行くとですね、今度は到着ロビー、やっと着くと。この地面を歩いていく。これ、今週のこの朝の番組でも言ってたんですけど、はい、ホテルみたいなやつ。で、入るとほら、やっぱり空港でしょ、はい、で、ちょっと手荷物受け場があるんですよ。で、この左側に大きなガラスがありますよね。
そこの向こう側がまたまたおしゃれなんですよ。今で出ますよ。ほら、見てください。あ、へぇー。これ空港ですよ。これ空港ですか？ちょっとプールが、はい、あのリゾート。そうそうそう、リゾートホテルみたいなんですよ。わぁ、これちょっとテンション上がります。テンション上がりますよね。はい、だから先週お話したように、はい、え、先週つい先日の予告編でね。あの、空港に降りるときからも景色が見えてめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。で、到着したら今度は、なんか歩く、この、普段ないですよ。はい。感覚として。飛行機着陸すると普通、ボーディングブリッジじゃないですか。はい、地面歩いていくんです。で、地面歩いて手荷物受け取り場に行くと、今度さっき見た、なんかすごい景色、左に。すごいでしょ。佐藤さんから、これ空港です。いや、そうそう、ホテルみたいですね。そうなんですよ。本当リゾートホテルみたいな感じです。もうびっくりしました。すごいびっくりしました。本当びっくりしました。この話は伺ってましたけど、うん、こんなにあの空港感がないというか。そうそう、空港感ないですよ。全くなかったので。はい。映像を見てすごいびっくりしました。じゃあその空港の中ですけども、じゃあ空港の中もお見せしますね。そうですね。空港に行くと、一応私たちも、あの、こっちでシミュレーターしてるんで、ちょっと宣伝させてね。まあ、こうやって、ターミナルに歩いていくんですよ、こうやって。もう開放感溢れる作りですね。今向かってるところが、まあ、ちょっとしたテラスなんですけども、ここから入るとですね、もう開放感溢れる。もう窓なんかないですよ。ドアなんかないですよ。ここはどこですか？これ空港のターミナルです。これ空港ですよ。これターミナルです。空港のターミナルで、まあこれ目の前になるのはちょっとしたご飯食べるところなんですけども、まあ本当に木の香りがですね、すっごくするんですよ。いい匂いが。まあ一般的な空港と同じようにこうやってお土産屋さんとかね、あのレンタカーとか、案内とかってあるんですけども、ここがいわゆるショップってとこですね。で、その反対側に行くとですね、今度はこれもターミナルなんですけど、これはチェックインカウンター。チェックインカウンターと思えない。これチェックインカウンターです。で、そこへ行くと、あの、ちょっとしたテラス。空港にテラスがある。空港にテラスがある。テンション上がりますね。テンション上がるんですよ、この空港。下地まで着いた時点でもうなんかリゾートそうなんですよ。到着したような。はい。だからみんな到着したお客様が、うわーって言いますよね。その感覚、この映像を見るとなんかわかりません？すごいですね。本当、言葉を失うんですよ。何これって感じですよね。で、下島のあの、ワンワンセブンエンドとかね、あの、いろんなお土産物が売ってました。お土産の飾り方も。またおしゃれですよね。本当に。あの、ちょっと撮影してるカメラマンがちょっとダメなんですけど。ブレブレですいませんね。私興奮しても揺れてました。この動画も実際に、車便に乗って、こうやって映していただいている映像を。はい。ご覧いただいているんですけど。ありがとうございます。これはですね、出発の人の目線で撮りました。あ、なるほど。出発の人が、まあ、下島空港ターミナルに来て、中に入ると、さあさあさあ、まあ、さっきの例なんですけど、こうやって、わっともう本当に開放感あふれるオールウッド作りですよ。綺麗ですけど。まあ、まあ、綺麗ですよ。本当に。で、実はですね、あの、一応 FM ギノワンというメディアで立場で行ったので、あの、制限区域内に入る許可がもらったんですよ。おこれ制限区域内に入って、その時いるのは、あの、すべてマスコミです。マスコミに紛れて。マスコミに紛れて、あの、FM ギノワンなので。そうやって次の便が来た時のこのウォーターあっちですね。これは、あの、先ほどの消防車。そうです。はい。私は先ほどこの飛行機に長に乗ったんですけども、自分たちが着陸した後にまた別の便が入ってきて、これも初便なので、こうやってお祝いをする。これって初便の時には恒例なんですか？やるみたいですね。初便とか、また本当になんかイベントですよね。記念すべきイベントみたいな。はい。飛行機の両サイドから、はい。はい。やってましたね。で、こうやってタイミングをこのスカイマークの飛行機が離陸していく。これ目の前の多分あそこはどっかの記者が映してますけどね。いやー、私たちがこうやってメディアがこの制限区域内に入るときにですね、もう周りからいいな、いいな、みたいな。
羨ましいですよね。まあ、こうやって、もう本当に、たくさんの方々、もちろん空港のスタッフ、三振引いてるの分かります？三振引いてる。はい、三振引いてるんですよ。こうやって出迎えてですね、もう本当にたくさんのお客様が、もう歓声ですね、わすげーっていう方。まあまあ、天気も良かったこともあったので、すごく皆さん感動してましたね。はい。感動でしょ、はい、はい。あ、名古屋さんありがとうございます。名古屋さん、今夜中です。おはようございます。名古屋さんありがとうございます。ここはやはり飛行機好きには聖地巡礼マストです。そうなんです。そうなんです。そうなんです。そうですね。ちっちゃまる3号、よっちゃんいいか、光を上手にうまく取り入れてます。そうなんですね。ターミナルがですね、やっぱり光がちゃんとうまく入るようになってて、で普段はこうやって、もう、ドア全開。ああ、確かに。なので、ほんと開放感があるんですよ。はい。佐藤さんありがとうございます。玉田さんおっしゃってた通り、屋根が木製ですね。そうなんです。ちっちゃまるさん、サンゴさん、ホテルみたいです。いや、そうなんです。ほんと、リゾートホテルなのかな。ありがとうございます。これは、Facebook ライブ。そうなんです。初めてすいません。ハロウィン仕様にしてですね。名古屋さんからですね、僕もバーチャルでいいので、髪の毛くださいって。わかる。だから自分もいっぱいバーチャルで髪の毛増やしました。ありがとうございました。あと、島袋慎吾さんありがとうございます。下地島空港綺麗でした。ありがとうございます。はい。はい、まだまだ続きますよ。まあ、こうやっていくうちにですね、まあ、実際、セレモニーもありました。ですね、セレモニーがありました。じゃあ、そのセレモニーの様子ですね、ちょっと見てみましょうかね。まあ、セレモニーというか、もうこれはですね、こういった、歓迎式典がありました。佐山さん会長を含め、中心においてですね、様々な来賓の方々があって、こういった、くす玉を割って、もうたくさんの、取材の方々、当然本土から大きな、メディアの方々も来てました。当然マニアの方も来てました。地元の方も応援にたくさん来てました。まあ、そうやって本当に多くの方々に、感謝しているということで、佐山さんがですね、こういったコロナの時期に、3路線、しかも3路線で4便、那覇は1日往復2便なので、1日2便の2便やってるんです。ということは、1日で3便、あ、1日で3路線を増やす、このコロナの時期で、実現できたのは、やっぱりその地元の方々、まあ、神戸、羽田、まあ、そういった要望、があったからなので、こういう時期にこういうことが実現できました。ありがとうございましたというような、お礼をおっしゃってました。はい。本当にそうですよね。本来、まあ、コロナの時期で旅行する機会とかも減ってる中で、こうやって路線が増えて、その記念就航の時に、たくさんの人がお祝いしてくれるというのは、本当に嬉しいこと。そうなんですよ。はい。もちろん、全員、本当に全員、万全を期してですね、マスクをして、しっかり、消毒するのもあって、それでも、やっぱり、たくさんの方々が乗ってこられて。で、これ、実際、取材したのは、就航日なので、10月25なんですけども、まあ、その1週間後、まあ、昨日なんです。私も別の仕事でちょっと行ってですね、飛行機乗ってきました。やっぱり、すごく賑わってた。ということで、感動しましたね。やっぱり、ついてくるお客様、皆さんいいんですけども、何この空港すごいっていう。こんな空港見たことない、ね、見たことないですよね、はい。あれはですね、本当に行くべき、行く価値がある空港だなと思いますね。ありがとうございます。ちっちゃまるさん、さんごうさん、温度はどのぐらいですか？ですね、どうだろう、26度ぐらいだったかな。そうです。はい、はい。天気はすごい晴れてました。はい。はい。ただ北風だったので、そんなに暑くは感じなかったですね。はい。すごく心地がいい時期でした。ただやっぱり真夏となるとものすごく暑いんですけども、まあその時には海に入ればいい。10月ですけど。今、海入ってましたよ。入ってましたか？入ってました。十分泳げる気温でしたね。あとでまたまたいろいろ動画があるんですけども、海に入っている方々もいらっしゃいます。ですね、空港についてですね、私、実は佐山さんと、宮古島市長と、お二方とインタビューする機会ができました。で、これをちょっと音声を入れてですね、お話、お見せしたいと思います。はい。
あ、今回本当におめでとうございます。ありがとうございます。あの7月にあの出ていただいて、ね、もうそれからもう沖縄も私たちも、はい、またね、盛り上がりもね、ありがとうございます。あれからあのいろんな、はい、もちろんパイロットもそうですけども、はいはい、グランドスタッフの方に参加いただき、ね、やっぱり現場の、ね、声を聞かれると、イメージが湧きますよね、はい、リスナーの方々も、はい、その現場の方々があえて一つ一つ の部署で努力をして、はい、定時制にあそこまでもう本当に追求しているんだってので、はい、ものすごく感動 の、はい、あのコメント日本一にならないですよね。すごいと思います。いや、正直申し上げて本当になるかなと思ったんですが、なりました。これやっぱりね、あの社員の皆さんもいっぱいだし、うん、それからお客様の協力なくして、ね、うん、もうできないんで、はい、ありがたいですね。あ、うん、例えば降りられる時にね、ゴミを持ってきていただいたり、毛布を持ってきていただいたり、それだけでも全然違うんですね。その積み重ねです。本当にね。いや、もうこの間出ていただいた、スタッフの方々は、ね、ぜひ4年連続目指しますって公言してましたので。あとあれですよ、さっき言いましたけど、顧客満足度。うん、これギリギリで2位なんでね、これいけばダブルタイトル。そうですね、期待しています、まあ、今回の本当下島もう我々沖縄に住んでる人間で、我々はこちらの方に事業所を持ってるので、はい、本当に利便性が良くなるなということを期待してますので、はい、あと我々、スローガンとしてね、はい、航空業界のユニクロを目指そうって言ってるんですよ、はい、そういうのはカジュアルウェアとか、はい、あはもうユニクロダントツですから、はい、迷わずにね、ユニクロ、はいはい、国内路線、あ、迷わず使えるなというのを持っていきたいですね、はい、ぜひ頑張りますんで、よろしくお願いします。あれば、はい、利用させていただきます、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、やっぱり面白いですね、ユニクロを目指すというのはね、はい、じゃあ次はですね、宮古島市長の、はい、まずは宮古島には空港が2つありますよね、はい、で宮古島側にあるやつは、アナとジャルが飛んでます、はい、でこの新しくできた下島の空港には、はい、今回スカイマークを行くことになりましたし、はいはい、そういう意味では非常にありがたいことです。あ、ここは国際空港ですから、外国からも来る予定でしたけれども、まあ、新型コロナ対策ということで今しばらく来ていませんが、これから外国からもおいおい来ると思います。そうやってこの空港はもっともっとにぎわいが出て活気づくんだろうなというふうに思っています。特にスカイマークさん、3つの地域から飛んでまいります。しかも LCC というふうなことで気軽にいろんな人が来てくれるという形になりますから、ますます宮古島、観光地として栄えていくものだと思います。その今インタビューの前後にもちょっと時間あったんですけども、やっぱりすごく島の方も楽しみにしていると。で、実は宮古に住んでいる方がその便を使って那覇に遊びに行くとか、まあ、そういった使い方もできる。なんか、同窓会をしに行ったりだとか、パーティーをしに行ったりだとか、まあ、とにかく利便性が良くなって地元の方もたくさん、使うからいますねという話をしてましたね。で、まあ、そういった、その日イベントがあってですね、実は佐山さんの方からお声かけてですね、スカイマークの、登場するときと後期をするとき流れてくる音楽ってあるんですね、ピアノ曲なんですけども、その方も一緒に宮古に入ってました。で、神戸で出発するときには神戸でイベントしたみたいです。実はその方がわざわざこの来ていただいて、しかも下地島、宮古島で、パーティーをするので、そのピアノ演奏もぜひ、収録してくださいという要望があったので、カメラを持って、二次会会場に行きました。これはですね、私とまなみさんの話は一切ないです。もうピアノを聴いていただきたいですね。すごく素敵なピアノでなので、生演奏です。はい。生演奏を聴いていただきます。さやまさん、そろそろスカイマークに皆さんをお乗せして、またどっかに。え、いいですか。はい、今日は神戸空港でも朝、記念式典がありまして、本当にたった5分のためにさやまさんがグランドピアノを入れてくださって、ピアノを弾かせていただいたんですけども、皆さんスカイマークに乗るとですね、必ず流れているピアノの曲があるのをお気づきになりましたか？
多分気づいてない方が多いかと思うんですけど、気づいていただくためにですね、今日は皆さん無理やりこれから音楽の授業をしたいと思います。何が流れているかという解説をしたいと思うんですけども、ボーディングミュージックといいまして、各航空会社は割とその曲、その航空会社のイメージに合わせて曲をみんなこう書いてるんですね。全日空は博士太郎さんですかね、 JAL は誰かちょっと分かんないですけど、乗るとあこれだみたいなのがあるんですけども、スカイマークのイメージを、考えて曲を作りました。その曲を搭乗時と、あと後記事にもなってるはずなんですけども、その曲の解説をですね、皆さんに今日は聴いていただきたいと思います。まず最初に何も言わずに通して弾きますので、短い曲なんですけども、まずそれぞれどんなものなのかを想像して一回聴いてみてください。後で答え合わせをしたいと思います。すごいですよね。はい。これですね、この後にですね、解説がつくんですよ。はい。で、このピアノの曲をどうやって作ったか。はい、実はこの、スカイブルーというテーマは、佐山さんからもらった曲で、その曲、そのイメージに合わせた曲作りをした。解説付きで今度、ピアノを弾いてくださるんですね。うん、まあ、これはですね、一回 CM を挟んで、はい、その後にじゃあお届けしたいと思います。流れてる音、今は、はい、放送は問題なく、例えば YouTube とかの音源とかって聞こえてる？どうなんですかね、ちょっと待って。でもなんか普通に反応来てるもんね、大丈夫だよね、はい、多分ね、うん、はい、さあこの後佐山さんのなんかあれもインタビューもありがとうございます。あ、ツイキャスは確実に入ってます。ツイキャスは入ってるんですね。はい、あとは Facebook と YouTube がどこまで聞けるかっていうのが。どこまで聞こえるのかがちょっとあるんですね。はい。でも一応 YouTube もいい感じでちゃんと放送されて。おーおー、いいですね。いいですね、いいですね。いや、生演奏やっぱり違いますね。すごいですね。うん。で、本当この、まあ、後で話しますけど、はい、その解説入りの曲を聴いて、私も、あ、こういうイメージ作ったんだと思って感動して、まあ、その後、懇親会の時に、挨拶しに行って、はい、さっきのピアノ演奏素晴らしかったです。うん、
写真一緒に撮ってもらって。ああ、読みましたよ。で、その時に、私はダウンロードして音楽を持ってたんですけど、はい、CD 持ってますかって言われて、持ってなかったんで、もらいました。はい、あ、CD。はい。皆さんのサインで。はい。先々にもらったんです。そうなんです。はい。いや、本当いい曲ですね。で、あと、本当、改札キット、多分次乗った時に、状況が浮かんでくるのかなって。はい、もうちょっとなんか乗ってから今度聴いてみたいなって思いました。うん。いやー、本当、なんて言うんだろう。作曲する人ってやっぱりすごいですね。うん、このピアノ演奏が始まる前に、はい、ピアノの、あ、音楽の授業って歌って、ピアノっていろんな表情が出せるんですって言って、はい、嬉しい時、悲しい時、嵐でやってる時とか、はい、そういうのをピアノで、即興で、やってたんですよ。うん、あ、あと、あ、15秒です。OK です。はい。では、今度はですね、ピアノの解説を入れたものをお届けします。お聞きください。曲名の名付け親は田山さんで、最初に曲を作る前にどんなイメージですかとお伺いしたときに、真っ青な青い空、曇りなき、全く汚りなき空だというふうにおっしゃってたので、汚れなき真っ青な空っていうのはどんな音かなと思って作りました。最初ですね、皆さんではまず、飛行機乗ります。それから荷物もしまいます。みんな座席についてですね、シートベルト締めます。そして、これから離陸に向かって、飛行機が加速をして、それからわーって行って上がって、雲を突き抜けたその先に青空が見えるところまでがこの最初の前奏です。抜けました。で、青空があるところっていうのはきっと地上で雨が降ってても、嵐が吹いてても、いつも変わらない青空、青い空がいつも変わらない音で流れてるようなイメージ、こんな音です。ダイエットもして、いっぱい仕事もして、ものすごい我慢もして、その日のために過ごしてきて、やっと今向こうに会えるというときめく心を描いたのがこのメロディに向かって進んでいくときに、
ずっと青い空に包まれてます。すごくないですか。本当にこれ、まあ、今でも思い出してくると鳥肌立つんですけども、この現場にいた時のそのライブハウスにいた時の感動はですね、周りの方もおっしゃってましたね。もうイメージが湧くと。まあ、実際メッセージもありがとうございます。佐藤坊さん、これは素敵な物語ですね。感動してます。ありがとうございます。父山田さん、サンゴさん、一人一人のいろんな思いを曲にされているのが伝わります。お世話が浮かびます。ありがとうございます。直屋さん、やっぱり雲を突き抜けてその上に出るとこだったんですね。想像できました。すごいですね。情景が浮かびます。浮かびますよね。はい、うん。で、そうやって、まあ、使い回って、ちまじに行きました、はい。で、現地でですね、私、空港の周辺をチャリンコで回ってですね、動画撮ってきました。はい、それをまずご覧いただきたいと思います。はい。今流れてますね。これが流れてる？はい。音は。これですね、伊良部大橋ですね。伊良部大橋を。伊良部大橋を、まあ、これ車なんですけども、伊良部大橋を、この空港の周りをですね、滑走路のちょうど西側ですね。チャリンコで、ちょっと水で手が落ちてますね。ほら、すごく見綺麗じゃないですか？はい。とっても綺麗ですね。見てください、この綺麗さ。そう。ね、私も奈美さんも沖縄で生まれ育ってますけども、はい、この沖縄の、ね。これは沖縄本島ではなかなか。なかなか見られないですよね。うん、まあ、こうやってランウェイエンドに行くとですね、アプローチライト、進入灯がこう見えてですね、たくさんの観光客が、来てました。これが、ワンセブンエンドですね。はい。で、その上風が逆だったんで、ワンセブンエイトから、じゃなくて、3-5、ディパーチャーですね、離陸をしていく飛行機があったので、これもスカイマークの飛行機ですね。
空を飛んで、飛んで、はい。はい。すごいです。真上を飛んでます、ね。もう真上ですね。もう滑走路のエンドなので、うん、こうやって、もうほら、綺麗でしょ。本当に雲一つない天気でですね。で良かったですね。本当綺麗でした。たくさんの方々が来ましたね。でエンドにはこうやって、まあ、スペインに泊まり、海を見るとすごく綺麗な様子が見えると思います。で、砂浜にも降りたんですよ。ほら、泳いでるでしょ、人。はい、泳いでます。全然泳げる天気でした。だからこの動画だけ今見ると本当に夏ですもんね。いや、あそこは夏でした。あそこは十分夏でした。ランウェイ35のエンドに行くと今度着陸してくる飛行機が見れたので、これもスカイマークの飛行機ですけども、ちょっと撮ってきました。やっぱり両方、写真が撮れるポイントがあってですね、うん、綺麗でした。何屋にもたまりません、ね。実際、たくさんの方々来てましたよ。私も声かけて、その場で友達になって。はい。いえいえいえ。もう本当に、感動、あり余ると我々沖縄に住んでる人間でも感動する。じゃあお客さんにもお話したんですよ、はい。で私が帰る直前にですね、お客さんにインタビューしました。その動画を今度音声入れて、はい、お客様はどういうふうな、はい、お話をしたかちょっと聞いてますね。まず安さ、はい、とあと時間が早すぎず遅すぎずいい時間帯です。18時、他の航空会社さんだとちょっと早かったりするんですけど、こう帰り、ちょっと名残惜しい時に帰れるというか、気持ち的に、あーって帰りたくないなって思ってるけど、帰らなきゃいけないけど、その便みたいな。そうですね、実はもう4回目なんですけども、毎回海とかも綺麗なんで、楽しみにして、今回も。初日はちょっと天気が悪かったんですけども、満喫できました。あ、よかったですね。羽田発着ということなんで、そこの利便性が良かったのと、あと今の便が、夕方こちら発ということで、1日が有効に使えるっていうので、この便を使いました。観光はもうめちゃめちゃ綺麗でしたね。もうグアムとか、インドネシアとか、フィリピンとかこう、まあ、アジア圏行ったんですけど一通りで、コロナで初めてこう国内に目が向いてこう宮古島行くことになったんですけど、多分今まで行った中で一番綺麗だったと思いました。まあ、やっぱり第一にコスパですね移動できればやっぱいいのと、やっぱ遊びにお金を使いたいので2泊3日で来ました。どうでしたか？でもすごい楽しかったですもう海って感じで、ね、めちゃくちゃ綺麗でした。本当にたくさんのお客様がやっぱり海、はい、海はやっぱりすごいですよ。うーん、で実はですね、このインタビュー最後の2組の終わった後も、はい、の方々と一緒に私も飛行機に乗って羽田に行きました。そうなんだ、すごい楽しい。いいですね、この那覇から下地に行って、下地から羽田に、はい、はい、で羽田に行きました、はい、でちょうど夕方、まあ、夜に近い便だったんですけど、またこれが綺麗なんですよ。ちょっと見てくださいね。飛行機からの映像とかを見ると、自分自身乗ってる気持ちになるので。ですよね。はい。すごい。私的にとても嬉しい。まあ、出発ロビーというところで、さっきとまたちょっと違うんですよ。はい、ここに入ると、これですよ。これ、出発ロビーの中。はい。これも夕方なんでね。左を見ると、さっき、ほら、到着ロビーのとこから見えたプールみたいな。それが両サイド。両サイドにこの水が敷かれた空間が広がっているか。やっぱりほとんどの方がホテルみたいねと言ってましたね。はい、でほら、このロビーって、ほら、テラスがあるんですよ。これはどこですか？これ出発ロビーです。出発ロビーですか？出発ロビー。カフェじゃないです。出発ロビーにテラスがあるんですよ。わ、そしてでそのまま、はい、行けるんですよ。で、向こうに飛行機止まってるんでね、今から乗る飛行機。はい、スカイマークのそうです、そうです。はい。こんなロケーションってそうそうないですよね。これ、搭乗口搭乗口出てきます、もうそろそろ。あ、すごい。で、これ、中行くとですね、まあ、こうやって、はい、まあ、テラスがあるわけですよね。で、どう見ても出発ロビーに見えないんですよ。ホテルのロビー、ホテルのラウンジですよね。見えないですね。
ホテルのラウンジ。これバーです。これバーです。あ、すごい。もう、いや、これ空港とはとても思えない。思えないですよね。どこに出発口があるんだって。一応あるんです。なんか、本当ラウンジですよね。もしくはもうちょっとおしゃれなカフェ。ですよね。はい。にしか見えないんですけど。そう。もう一応ちゃんと奥に行くと、ほら、搭乗口があるんですよ、ほら。ほら。搭乗口もまたおしゃれですね。はい。で、搭乗口でピッとするとですね、そこからまた歩いていくわけですよ。外に入れて、はい、飛行機までの道があります、ね。これがまたいいんですよ。いい感じ。夕方のまたいい時間帯、ね。いい時間ですね。整備の方が。整備の方がね、苦手んでありがとうございますかな。逆、うん、の言葉ですね。いや、カードを持って。そう。そうやって、ありがとうございます。こうやってボーディングするんですよ。で、上がるとですね、実は誰がいたかというと。あ、すごい。佐山さんがですね、今回、一緒に帰ることになりました。そうなんです。あ、すごいですね。ね。はい。もう、てんこ盛りでしょ？はい。もう、どんどん行きますよ。で、佐山さんが一緒に乗りました。はい、で、羽田に向かった。向かったんです。で、当然、夜なんで、もう暗くなったんで、はい、もう、暗い、もう、睡眠モードなんですよ、みんなね。挨拶ないかなと思ったら、上空に行って、シードベルトサインが消えて、うん、そうすると、佐山さん前に出て行って、佐山さんの挨拶、ちょっと、飛行機のノイズでね、聞けないかもしれない。皆さん、こんばんは。スカイマーク会長の佐山信夫です。本日はスカイマークご利用いただきまして誠にありがとうございます。スカイマークは昨日より羽田、神戸、そして那覇から下地島に直行便を運行いたしております。5年前、撤退いたしましたが、宮古島の再開です。本日も宮古島を一周してきましたが、非常に綺麗な水ですね。ぜひ、東京に帰っても運転をしてたくさん来てもらおうというふうに思いました。スカイマークでは先ほどお知らせさせていただきましたように2019、17年から3年連続定時運行率日本一を達成しています。これは社員一丸となった ありがとうございました。よろしくお願いします。最後の一言、ビデオを締めてございます。よろしくお願いします。はい、下島ぜひよろしくお願いします。いやー、すごい佐山さんがチケットかと、そう通常は客室乗務員の方が何名かに分かれて配るんですけども、一人で全員配ってました。一人で一人で
最後の席まで全部埋まってました。というサービス精神旺盛な。いや、サービス精神すごい旺盛だなという印象をやっぱり受けましたよね。はい、で、挨拶も、すごく、やっぱりスカイマークのその安全性だとか、定時性だとかっていうところで、すごく感動しましたね。まあ、最後に本当にこうやって明るくですね、メッセージもいただきました。まあ、そうやって私も、佐山さんももちろん他のお客さんも一緒に、東京に着きました。で、当然もカメラ回してないんですけども、ちょっと話をして、本当に今回は番組ありがとうございました。うん、逆に私はこういった機会を得てですね、スカイマークのパイロットの方々とも知り合いになれましたし、まあ、何よりそのパイロット以外の方々の職種っていうのが、すごくいっぱいあって、で、皆さんのやっぱりチームで、定時制を守っているっていうのがもうひしひしと感じたじゃないですか。やっぱりそういうものが、あったので、まあ、一利用者として、利用するときの心構えもなりましたし、逆に今度我々そのパイロット育成する側の立場からすると、一人で飛行機を飛ばしてんじゃねえぞと。皆さんいろんな方々の力があって飛行機飛ぶんだよっていう、そういうメッセージが、伝わったので、そういったお話ができました。ありがとうございます。で、その日はですね、東京に帰りました。まあ、そうやってちょっと私は東京で別の仕事があって、また帰ってきたんですけど、実は、昨日また別件で、下地に行ってきました。はい。あ、もう。はい。で、はい、同じように那覇下地便に乗ってきました。はい。で、今日、先ほどですね、番組始まる前に、下地から那覇に帰ってきました。そうすると、やはり夜の便とは違って、昼の顔があったので、これはまた仕組みを別撮りでですね、はい、下地から帰ると、下地のさっきの出発のターミナルあったじゃないですか。ありました。夕方の綺麗。あれの昼晩撮ってきました。はい、ちょっとそれをじゃあご覧いただきたいと思います。素敵ですね。でもまた昼と夕方で見せる顔が変わるっていうの。そうですね。面白いですよ、ね。はい。じゃあ、昼のバージョンちょっと見せしますね。はい。な感じです。これちょっと写真なんですけども、本当にこういった綺麗な。また違いますね。やっぱ明るいと。もう明るいんですよ。本当に光がうまく取り入れられて。本当カフェですね。バーです。これはもうカフェにしか。さっきのバーですね。夕方の時はすごいまたちょっとおしゃれな雰囲気。うん。夜の。そう。大人な雰囲気だったんですけど、昼はまた。昼は昼でやっぱり光がものすごく入ってきてて綺麗でですね。はい。こういうのを撮ってきました。いや、ほんと、ほんとよかったですね。あ、メッセージもありがとうございます。ちっちゃ丸さん、丸三号さんありがとうございます。佐山さんのご挨拶しっかり聞こえましたよ。顧客満足度1位達成願います。言ってましたね。3年連続、定時制。今度、顧客満足度を目指す。ちっちゃまださん、帰りたくない。そう、そんな気持ちになりますよね。名古屋さんもありがとうございます。夕焼けいいですね。本当です。綺麗でした。佐藤さん、これがロビー。いやいや、そうなんですよ。本当に、ロビー見えないですからね。見えないですね。ありがとうございます。メールも実は来てるんです。あ、本当ですか。はい。はい、いいですよ。はい。玉野さん、今日はこんばんは。スカイマークの出向で、沖縄、宮古島、下地君の場、すごく注目され、玉名さんの大忙しの人気者に全てがあり、おめでとうございます。今日はリアルタイムでお聞きできませんが、近いうちいつか新婚するのに必ず行こうと思います。その時はスカイマークの皆さんとお会いできることも楽しみに一つにしております。ということで、最後にサンディガーサンディ。ありがとうございます。あと、初めてメッセージを送らせていただきますという、おかめインコさんという方なんですけど、玉名さん、佐山さん、こんばんは。山さん、スカイマークの皆さんの下地の皆さんの収穫おめでとうございます。生の動画やインタビュー、そして皆さんの生演奏紹介など盛りだくさんでいつもより興奮して視聴しております。スカイマークの顧客満足度1位獲得、航空業界のユニクロを目指す応援しております。ありがとうございます。の方からコメントをいただきます。はい、ありがとうございます。まあ、こちらも、どんどん、メッセージ来てますね。佐藤坊さん、フォトジェニックなロケーションですね。撮影したいです。いや、ほんと、いろんなところで撮影ができるスポットいっぱいあるんですよ。まあ、本当に先ほどコメントにもあったように、インスタ映え。インスタ映え。そうですよね。本当に、特にこの、ラウエワインエンドで、海岸沿い。
綺麗だったでしょ。とても綺麗でした。今すぐ行きたくなりました。いや、本当ですよ。で、そうやって、私は今回、3-5、まあ、北向きに離陸をしていって、今回たまたま右の席、一番後ろだったんですね。離陸をしていって、下地からだと右側に旋回をして沖縄本島に戻るんですけども、その離陸をした後にこの右旋回をするときに、ちょうど下地島、伊良部島が正面に見えるんですよ。で、上空から見える下島、伊良部島と、その周りに囲まれているサンゴ礁がすごく綺麗で、それも動画撮ってきましたので、はい、じゃあそれをご覧いただきます。綺麗な動画がたくさん見れて。どうですか、これ。すごくないですか。ほら、これ下島くん。サンゴ礁綺麗なんです。見えます。これ、ほんとすごいですよね。これ絶景ですよ。なので、冬場っていうのは、ランウェイ3-5っていう、北向きに行くんですけども、北向きに行って、神戸に行くときも、那覇に行くときも、基本的に右側旋回していくので、右席がおすすめです。右席がおすすめということで、皆さん、はい。はい。はい。もう、ほんと、下地島、宮古島、今、橋で繋がってますので、すごく、見どころ満載な場所です。で、開幕のおかげで今、神戸、羽田、那覇からも直便が出ます。すごく利便性が良くなった。というとお客様おっしゃってました。まあ、我々地元の人間もね、どんどん出かけていって、現地の、見どころ、美味しいものをたくさん食べて、下島の活性、まあ、沖縄県の活性、まあ、そういうところにつなげていきたいなと思ってます。まあ、今回ですね、特別番組ということで1時間いただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当におかげさまで、スカイマークの、その、ひたむきさというか、はい、そういうのも一生懸命わかる、やってる姿もすごく感動的でした。はい、最後に佐山さんが言ってましたけども、一言どうぞって言ったときに、やっぱりもう、下島よろしく。これでですね、たくさんの方々が下島を応援していきたいと思っています。はい、またこの、ファンが増えると思います。そうですね。はい。で、通常の番組で話したように、この、モデルプレイン、はい、が来週締め切りなのでですね、はい、FM ギラーのタワナーのようにパイロットになろう、プレゼント、係まで、よろしくお願いします。キーワードが必要になるので。キーワードをですね、アーカイブを見てですね、番組の後ろの方に、一文字ずつ繋がってますね。合計5文字。大体もうわかるんじゃないか。今日の特番わかってますね。はい。今日は特番皆さん、お時間ありがとうございました。ありがとうございました。